そりゃなんとかならんのかね。そんなこと言ったって学校の宿題なんだよ父ちゃん。宿題か。しかしどこのうちでもうるさくて困ってるだろうの。文句があるなら先生に言ってよ。うん。うるさいわね。いい加減にしなさい。学校から帰ってずっと吹きっぱなしなのよ。赤ちゃんが寝やしないでしょ。こんなの1時間も練習すればたくさんよ。ああ、俺のオカリナの母ちゃん練習してくれよ。まあこの子ったら母親を捕まえて練習しろだなんて。母さん、そう感情的になることはないよ。アリスと明日の朝早く起きて練習すればいいだろう。しょうがないんだから。そんなこと言ったってオカリナは壊れちまったんだよ。分かってますよ。死んだおじいさんの形見があるんだ。ほら、お前が吹いていたのと同じもんだろ。父ちゃん、これは全然違う笛だよ。いいじゃないか、たかが学校の教材なんだから。それよりこれは名人の笛なんだぞ。名人の笛って？うん、おじいさんはな、田舎じゃちょっと名の知れた笛の名人だったんだ。山で拾った石で作ったこの笛は、じいさんが山で死んだ時もしっかり握りしめていた名笛なんだぞ。そんなすごい笛か。ダメだ。どうしても明日までに吹けるようにならないと、また先生に怒られちゃう。その夜、アリヒト少年の家の近くは強い風が吹いていた。
南原さん、今夜はすごい風ですね。うん、なんでも前線が通過してるっていうからな。まもなく風も収まるんだろう。そうですか。うん。あ、鳴った。いいな。困るな。何も言いやしないじゃないか。嘘じゃないよ、本当だよ。君は今頃こんなところで何をしていたんだい。うん、笛の練習してたんだ。こんな時間に笛の練習が。だって音楽の宿題だもの。宿題か。おや、勉強熱心なのはいいけどな、寝ぼけちゃダメだぞ。寝ぼけてなんかいない。早く探してよ、まだ近くにいるはずだよ。さあ君、もう遅いんだ。うちまで送ってってあげるよ。うん、いいよ。参ったな。おお、あんまそうだ。はい、はい、どうも。おい、それで調査の結果何もなかったんだな。はい、しかし笛を吹いたら怪獣が出るなんて、まるでコブラ使いみたいですね。しかしな、うん、その子の気持ちも分かるような気がするな。俺は小学校の頃な、算数が苦手だったんだ。算数の時間になるとお腹が痛くなったことがあるんだ。副隊長、意外とデリケートな子供だったんですね。バカ言え、今でもデリケートだぞ。あ、信じられない。するとその子は音楽が嫌いでそんなこと言ったのかな。あ、多分そうだろう。みんなの前で恥をかくことになるからな。笛ぐらい吹けなくたってどうということないのにな。学校の宿題ですもの、そりゃ必死よ。でもあんな前の顔で練習しなきゃならないものかな。おい東、お前も勉強は好きじゃなかったようだな。ええ、今でもね、試験の夢を見ることがありますよ。じゃあね、さようなら。宇津井くん、あなたはどうしてオカリナを持ってこなかったんですか。オカリナが壊れちゃったんです。それで笛の名人だったおじいさんが使っていた笛をくれたんです。でも授業でオカリナを使うことは知っていますね。はい、でもお父さんが笛なら何だって同じだと言いました。それでゆうべずっと練習しました。じゃあ吹いてみせてください。もう結構です。それで練習したんですか。それが途中で怪獣が出てしまったんです。またそんなこと言って。それはあなたのゆうべの夢でしょ。本当です。もう何度でも言いなさい。先生にはちゃんと分かってるんですから。笛というのはですね、こうして吹くんです。先生もダメか。今日は二人とも帰ってよろしい。はい。その代わり必ず明日までには吹けるようにしてくるのよ。でも待っていてな、おかげで僕も助かっちゃったよ。先生だってできないことはあるんだよね。しかし怪獣って本当にいたのかい。うん、確かいたと思うんだ。怖かったよ。そうだ、僕ん家に来たらザットな人が下宿してるんだ。ザットか、あんまやってなんないよ。それより笛の練習の方が大変だよ。でも俺んちは赤ん坊がいるから練習できないんだ。あの調子だと先生カンカンだからな。今日はどうしても練習しないと。
昨夜の。あれ、薄井君と知り合いなの？おう、彼が昨夜笛の練習をしてる時に会ったんだよ。ふーん。いくら難しいからって笛を割るのは良くないな。よし、俺が直してやろうな。その笛はね、薄井君のおじいさんが使ってたんだってさ。よし。ああ、おじいさんのね。おじいさんはね、笛の名人だったんだってさ。そうか、おじいさんが名人だったのなら君も名人かもしれないぞ。どうして？ねえ、私知ってるわ。覚醒伝でしょ。あ、その通り。おじいさんの良いところが孫の薄井君に似ることだよ。じゃあ薄井君も名人に。いいな、僕のおじいさんは笛が上手だったかな。しかし練習をしなかったらダメだ。さあ、吹いてごらん。はい。下宿で合奏してる時にな。それで昨夜見た怪獣と同じだというのか。はい。俺たちは昨夜調べた時は何でもなかったのにな。いや、もう少しきちんと調べればよかった。今さら悔いても仕方がないことだ。昨夜と京都の共通点は何かしら。
昨夜有人君が笛の練習を、今日も有人君が。待てよ、共通しているのは彼の笛の練習だ。しかし笛の音なんかで会場が来るもんですかね。いや、音に生物が反応するってのはいろいろあるよ。そういえばバイオリンの音で蚊が集まることがあるわ。そうだよ、コブラがそうだもんね、ヒューって。船べりを叩くとタイが集まってくるっていうところがありましたよね。ああ、私も知ってる。それ千葉県のタイの浦でしょ。そう。おい、そうかもしれん。大変だ、その少年がまた笛を吹いたら怪獣が出てくるかもしれない。あの少年のところへ行ってきます。うちはわかるのか。心配ありません、ケイチ君の同級生ですから、すぐわかります。急げ。はい。アリヒトの笛って、あんた、ザットの東です。アリヒト君は今どこにいますか。さあねえ、さっき笛の練習をするっていうからうるさいって怒ったとこなのよ。まあ何しろあの子と来た日には死んだおじいさんに似て変わりもんでね。おじいさんってあの笛の名人とかいう。あら、あんたも知ってるの。まあそんなに有名だったのかしらね。おじいさん山で死んだのご存知。いえ。山で拾った石で作った、ほら、アリヒトの持ってる笛を吹きに行っててね、何か今もってわからない死に方をしたんですよ。ペシャンコになって。怪獣の仕業だ。え、アリヒト君は今どこにいますか。心当たりありませんか。そうね、いつも行くところって言えば。そうか、ゆうべ彼がいたところだ。君のおじいさんもあいつにやられてに違いない。おじいさんが。それにしてもあの笛の音はどうしたんだ。このままでは住宅地がやられてしまうぞ。兄ちゃん、俺が笛を吹くよ。なんだって。そうすればみんなを助けられる。アリヒト君。気をつけろ、こっちへ来始めたぞ。よし、向こう側へおびき寄せよう。ありがとう、アリス君。さあ、逃げてくれ。逃げろ。
ちがいる、ユーコーラの母がいる。どうしてだろうな、ここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ。あなたから迫り来る赤い色。いいか上野、はい、準備完了。怪獣の歯だ。はあ、本当はウルトラマン太郎のおかげさ。太郎か。俺はうちの光太郎さんにでも教えてもらおうかな。あ、大手シャトルいい、どんどん行きましょう。大手大手大手、早く行く。前乗った。早くやんないと。大手ですよ、大手。もうダメする。ふざけない、いかがにしろよ。おお、怖怖。しかしこれが宿題だったらやっぱし命がけだよな。そうだよ。大変なことが分かったわよ。アリヒト君の持ってた笛ね、あれ怪獣の歯でできてたんですって。そうか、そういえばおじいさんが山で拾った石で作ったって言ってた。怪獣の歯だってあれは入れ歯じゃないの。え入れ歯入れ歯怪獣か。